でね、帰ってきました。ちょっと別の日にね、動画を撮ってるんですけど、2人がね、5分間の間にね、買ってきたものを紹介していきたいと思います。はい、じゃあじゃんけんで先行こう、決めますか。じゃんけんぽい、もう一回最初からやろう。最悪じゃんけんぽい、あいこいしょ、あいこいしょ、やっちゃう。じゃあリミからやるそうです。いいですか。いいですよ。じゃあまずてってね、ちゃんのお財布です。中身どうなってんの？こんな感じ。色は？色はピンク。何色？ベージュ。肌色？混ざった色。混ざった色。何混ざった色？まあいいや、混ざった色で、この中身も混ざった色です。イルカちゃんの、なんていうのこれ、フード付きバスタオル的な感じ。バスタオルじゃない、フード付きなんとかなんとか。きた、うん、トマ。それフード付きバスタオルだよ。バスタオルじゃない、ほらバスタオルの触り心地。うん、バスタオルだねバスタオルじゃない、バスタオルだね。バスタオルじゃないね。じゃあ何なの結局それは。タオル。だそうです。触り心地は、もこもこ。もこもこだそうです。次、うん、じゃあ次私いきますね。まず一つ目がこちらの、あの、うん、こちらのね、このピンク、紫、青のすごいね、いろんな色のレインボー、ん、7色みたいな感じの櫛です。でね、前はね、もう一つ違う形の櫛を持ってたんですけど、この櫛かわいいなと思ってこの櫛も買いました。あれ結構愛用してて、このね形もすごいね、使いやすそうだなと思って。で、このシリーズもう一個買ったんです。これがこちらの鏡で、でまたこんな感じの色合いです。こちらもすごい可愛い色合いで、これからね愛用していきたいと思います。次はね、どれにしよう。次はこちらにしよう。こちらのポーチの3種セットみたいな感じのやつで、大きいのと中くらいのと小さいの3つ入ってて、全部同じ柄で統一感があって可愛いなと思って、ここのね、ん、そう、ここの柄とここの柄が一緒なので、めちゃめちゃ可愛いなと思って買いました。なんかすごい気持ち悪いんだけど。次はね、こちらのね、こちらなんだと思います、すごい可愛いんですけど、卵型の、ゴミ箱です。こちらここが開いてね、ここにゴミが入るんですよ。そうです、そうです。めっちゃ可愛くないですか。痛いです。めっちゃ可愛いですよね、これね、机の上とかにもね置いたら可愛いかなと思って買いました。次に行きたいと思います。次に、ね、こちらのドライバーです。私部屋に欲しかったんです、ドライバーが。なんで部屋にドライバー欲しかったの？なんかところどころ使うの、ドライバーってないと、うちなんかどっかにあるじゃん、たまに、うん、たまにとか、いつも違う場所にあるんですよ。でパパにいつも聞いて、え、知らない、みたいななるじゃん。だからさ、持っとけばいつでも使えるなと思って買いました。リミにも使い教えてよ。いいよ、じゃあこれリミとシホのねで共有して使いたいと思います。パパも使いたいって言うたの？いや、パパはもうあるでしょ。
次にね、こちらのこちらの箱です。この箱ね、めっちゃ可愛いんですよ。はい、こちらの入れ物ですね。こちら普通に机の上に飾っても可愛いと思うし、めっちゃ可愛いと思います。これ可愛くない？これここにさ、なんか宝石入れたら可愛いかな。めっちゃ可愛いと思う。ほら、あのクレーンゲームのジャラジャラよ。ああ、めっちゃ可愛いと思いますよ。大人とかママさん、大人、うん、メイク道具持ってる人はメイク道具とかでもいいと思うし、ほんといろんなものが入ります。めっちゃ可愛いです。次にね、こちらのゴム A とゴム B です。あ、黒と色付きって意味ね。黒、あ、ゴム A とゴム B です。ゴム A は紫とピンクのゴムで、ゴム B は黒いゴムです。最近結ぶのにハマってて、ゴムが欲しいなと思ったので買いました。めっちゃ可愛いです。これめちゃくちゃ可愛いです、このゴム。しかもこの量で100円です。100均よりこっちの方が安いかなと思いましたので買ってきてみました。ラストはこちらの筆箱です。めちゃくちゃ可愛くないですか、このヤドカリのさ、筆箱っていうの、ペンケースって書いてあったから筆箱。ヤドカリなの？うん、カニ。あ、ザリガニだ、ザリガニ、ザリガニの、ザリガニか、ザリガニのペンケース。めちゃくちゃ可愛い、マジで。こんな感じでね、ちょっと浅めなんですけど、こんな感じで可愛いと思います。本当にね、可愛いと思います。はいはい、というわけでね、私が買ったものは以上となります。ね、800円以上だったかな。で、買うとついてくるものが一つあって、こちらのね、帽子です。こちらの帽子、800円以上買うとついてくるんですよ。こんな感じで、こんな感じの帽子がついてきます。これもまた可愛いですね。はい、じゃあ次ガチャ行きましょう。はい、前回前にね、ガチャのね、ガチャ専門店みたいなところに行ってきて、そこでね、鬼滅の刃ガチャを探しに行ったわけです。はい、でもあの土曜日に発売で、日曜日に行ったんですよ、次の日に。はい、そしたらもう全部売り切れで、うん、そう、鬼滅の刃のグッズが一個も手に入らなかったということでね、面白そうなガチャをやってきたので、そちらを紹介していきたいと思います。はいはい、じゃあリミカがどうぞ。魚釣りゲームです。パフ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 。リミが出た種類は緑です。じゃあ早速開けてみたいと思います。もう一回もう開けてなかったね。組み立てられました。こうしてこのネジを巻くと動きます。あれ動かない、まあいいか。こうしてこれを取りましょう。とすると取れましょう。以上です。はい、というわけでね、次私のターン来ました。私はね、もうガチャから開けちゃってるんですけど、こちらのゆかりのポーチです。このゆかりのポーチ可愛くてね、一目惚れしてやってしまいました、ガチャガチャをね。でね、これ鉛筆が入るぐらいの大きさで、今度色鉛筆のね、入れ物にしようかなって思います。めっちゃ可愛いです。じゃあ次、ガラガラでしょ。はい、こういうので2種類あります。そのうちリミ赤が出ました。はい、できました。試しに回してみます。はい、どこ行った。はい、ということで今回もね、ミニソーとガチャガチャでね、当たったもの、買ったものを紹介してみました。はい、5分間チャレンジ本当楽しいのでね、1分間チャレンジでも皆さんでやってみてはどうでしょうか。
それでは、バイバーイ。OK です。お疲れさんでした。グミ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 ペア。 Sunday